皆さん、こんにちは。よろばんにゃせよ。まいまいむにだ。大島まいです。さあ、今回はですね、韓国で買ったお洋服たちを紹介していきたいと思います。個人的にはですね、もっと買いたかったなって気持ちがあったんですけれども、なかなか運命的な出会いができずですね、今回少なめなお買い物になっていますけれども、ぜひご覧ください。こんなの買ったよ。大好きな A ランドに行きました。じゃじゃーん。日本にもあるんですけど、渋谷にあるんですけど、やっぱり輸入すると値段が高くなるので、韓国で爆買いしようと思って行ったんですけど、なかなかね、マウミアンドロッソなかなか買えなかったんですけど、でもその中でも買ったものを紹介しましょう。まずはですね、じゃじゃん、ニット、可愛いでしょ。使い勝手良さそうなニットと、じゃじゃん、これシンプルな、今ね韓国こういうのがめちゃくちゃ流行ってて、日本にもあるかな、こういうねジップアップ系で襟付きのね、こういうニットがめちゃくちゃ流行ってて、いろんなお店が出してました。でいろんな形があったので、その自分の好みに合わせてね、皆さんぜひ買ってみてください。高速ターミナルとかの駅にもたくさんあるでしょうし、私はカンナム駅行ったんですけど、カンナム駅とかの地下のね、あの洋服屋さんとかにもいっぱいあったんで、この形多分すごい流行ってるんだと思う。だから1個は欲しいなと思って買いました。あとは超かわいいパーカー見つけたの。じゃじゃん、かわいいでしょ。このクマちゃんがめちゃくちゃ可愛くて、いろんなのあったんだけど、グレーもあったかな、黒ベースにピンクの子とかもいて、でも私紫好きなんでパープルにしました。これ着るの楽しみ、めっちゃ可愛い。もうお洋服はこの3点だけなんですよ、 A ランドで買ったの。あとは寒かったんでこういうマフラーをね、マフラーも種類がいっぱいあってね、可愛かったよ。本当にふわふわであったかいんでね、耳が本当にねあれなの、寒いの韓国って。こう2つ折りできるマフラーとかにして、マジこうやってかぶるレベルなんで、なんかこんな寒かったっけって思うぐらい3年ぶりに行ったら寒かったんですけど、でも現地に住んでる方たちとかに聞いたら、韓国で初めてこんな寒いと思ったとか、15年住んでるけどこんな寒いの初めてですとか、韓国の方がみんな言ってたんで、本当に寒いと思います。耳を死守してください皆さん、ピアスとかつけなくていいんで、耳取れますからまあこれぐらい暖かくしていくのがいいと思います。エランドで買ったのはこれぐらいなんですけど、あとカンナム駅のね、地下のお洋服屋さんで買った、あパパパパってこれ買ったんですけど、これ1万ウォンね、安くない？で可愛くない？こんな可愛いのがいましたよ私。あとはもう多分ベージュにハマってるのかな、ベージュのハイネック型のちょっとポワンって袖がポワンってしてる感じのこういうニットも買いましたので、こんなのを買いました。私のためのお洋服はこれぐらいで、あとはすごいなんかワンちゃんのお洋服とかも増えてて、本当にワンちゃんのお洋服屋さんが可愛いのがいっぱいあったんですけど、ちょっとうちの子たち用にねダウンベストみたいなのを買いました。しかもねここにねお洋服着せてハーネスを着せてっていうのをやってたのが、これ一つでここで引っ張れる2着ですね、3000円ぐらいなんだよ。めちゃくちゃ可愛くてめちゃくちゃ安いワンちゃんのお洋服もあって、さらにこれもねおまけでつけてくれたんですよ。前もね韓国のお洋服屋さんでワンちゃんの服買ったらイチゴちゃんもらったんで、ワンちゃん飼ってる方は韓国でお洋服買うのめちゃくちゃおすすめです。あとね韓国に行ったらこれを買わなきゃ、もう毎回私韓国行ったら靴買ってるんですけど、じゃじゃーん、コンバースのチャックテイラー買いました。まあ日本にねチャックテイラーが入ってこないんで、チャックテイラーってここに書いてあるんですけど、これを買いましてね、超安く買えたんですよ。ありがたやーってぐらい、8000円ぐらいだったかな、めちゃくちゃ安く買えたので、韓国で靴コンバースとかフィラとか靴買うのめちゃくちゃおすすめです。はい、ということでもういい買い物。さあもっと爆買いして必要ないものもいつも買っちゃうんだけど、ビビビビッと来たものを買った感じのショッピングになりましたかね、お洋服は。はい、ということで私が買ったお洋服たちの戦利品でございました。もう韓国は絶対に靴を買うのがおすすめです。
これまた来たらね、ぜひ乗せてみたいと思います。これ着せるの楽しみだな。はい、ということで、よけかぜっこー、あんにゃん。